なんですけど、ヨークマートの方と話せるようになりました。いいじゃん、本音を。うん、お姉さんに、ね、いますよ。尊敬して。あ、そう、それ。で、これ忘れない。はい、タバコと携帯と、行きましょう。財布。財布ある。これはじめちゃんのですか？スーツ。はい、バック。はい。はい、あります。はい。これが仕事？はい、仕事です。でも今日は 楽で7時から10時です。いつは何時から何時なの？7時から11時。短くなってる。はい。この前は1ヶ月前まではフルでやったんだけど。なんとはい。どうしたんですか？いや、エアコンです。フルでやってたんですけど、手足のしびれと頭のしびれが仕事に響きまして、それで短くしてもらったんです。うん、はい。フルって何時なんだよ。7時から3時。それがパートのマックスです。フルでやった方がいいでしょ。やってたんですけど、しびれで集中できなくて、加工とかが遅くなっちゃって。それ言い訳でしょ。いや、正確に言えば短くしたっていうより短くされたっていうのは大変かもしれないです。だからそうじゃん。はい。だからそういう変だぞ。バレるから。そういうの。はい。バレるから。はい。基本的に。はい。僕は正直が売りですもんね。うん。そうそう。はい。正直が売りだからさ。はい。カモフラージュ、プライド的に。普通にさ、はい。はい。よし、よし、はい、はい、スピード命、スピード命、スピード重視ですよね。はい、使って、はい、ありがとうございます。スピード命、はい、はい、感謝します。寒い夜だから私を温めて、寒い